CL-154 級軽巡洋艦は、アメリカ海軍の軽巡洋艦の艦級。第二次世界大戦中に6隻が計画されたが、大戦の終結前にキャンセルされた。主武装は 12.7cm54、高軽量用砲、連装6機。第二次世界大戦では、防空巡洋艦という艦種が著しく発展したが、アメリカ海軍では、新型の47口径6インチ両用砲マーク16を搭載し、重巡洋艦並みに大型化した、ブースター級軽巡洋艦を設計、建造する。一方、有力な防空巡洋艦であった、アトランタ級軽巡洋艦の直接の後継として、新型の5インチ54口径砲を搭載する、本級が計画された。最初の計画は、1942年6月末の海軍装備局からの提案であった。建造中のオークランド級軽巡洋艦の船体に、5インチ54口径砲の試験搭載を提案したものであった。同連装砲塔の搭載機数は4機、または5機が想定されていた。しかし、この案は一旦取り下げられた。1944年春に海軍商艦会議で、ジュノー級軽巡洋艦の後続艦として、防空艦の検討が再開された。その際に、ジュノー級の追加建造が検討されたが、ジュノー級で、すでに重心降下や重量軽減の努力が相当程度なされたにもかかわらず、さらなる重量軽減のための再設計が必要とされていた。一方、アレン・ M ・サムナー級駆逐艦やギアリング級駆逐艦の両用砲火力が2隻で、ジュノー級と同等となるに至り、コストと被害時の戦力保持の観点からは、駆逐艦2隻の方が有利であると考えられたため、ジュノー級の建造は魅力に乏しいと判断されていた。一方、キング海軍作戦部長は、レーダーや機銃に代表される重量増加で速度が低下した巡洋艦や駆逐艦の速度に不満で、空母機動部隊の護衛に必要な35ノットの速力を持つ艦の建造を強く要求した。海軍造船局は、ジュノー級を35ノット化したものと、5インチ54。後継砲を搭載し、新規に若干大型化した船体を設計した案をそれぞれ複数提示し、結果、5インチ54後継砲新船体、設計案が採用された。搭載武装の数、配置等の調整を経て、最終的に6隻の建造が計画され、春ナンバーも割り当てられ、1945年度の建造計画に組み込まれたが、1945年3月に、ルーズベルト大統領により、本級の建造提案は却下され、未寄稿のままキャンセルされた。その後、5月に、ホレスタル海軍長官が、対戦の戦訓を取り入れた、新規の艦艇設計実施を指示し、その中に、本級の再設計も含まれた。しかし、検討を進める中で、本級は、後に、ミッチャー級駆逐艦となる無防御艦、及び重巡洋艦や戦艦船体を基本とした重防御艦と比較して、艦隊防空艦としては、費用対効果が悪いとして、SCB 番号の付与は見送られ、以後の計画は打ち切られた。1945年3月のキャンセル時点での設計値は、性能諸言の通りである。アトランタ級の直接の後継艦として、その技術的継承を受けた設計が行われており、一例として、キング作戦部長の要求を実現するための10万馬力の出力をアトランタ級と同様に2軸で賄っていた。35ノット達成のため、基準排水量を7400トン以下に抑えるべく、最大限の重量軽減の努力は払われたものの、計画速力は 34.8 ノットとなり、要求を下回る見込みとなった。なお、ホレスタル長官の指示による再設計時には、さらなる大型化が見込まれ、35ノット級の要求速力に対して2軸推進での設計は、計画当時最新の高温高圧艦、摂氏468度による出力増加でも、速力増加のための大型機関搭載とそれによる艦型増加による速力低下とのいたちごっことなっており、すでに限界である、と判断されていた。手法は前述の通り、マーク16 5インチ54口径砲の連装猟用砲である。これはアメリカ海軍艦艇に広く猟用砲として普及したマーク12 5インチ砲の後継として開発された砲であった。配置は前後に3機ずつで重心降下のため一部の砲塔を同一甲板レベルに置いたジュノー級とは異なり、アトランタ級と同様の完全な背負い式に戻る予定であった。設計途中の案では、砲塔増設の要求があり、アトランタ級第1グループ同様に原則に手法を設置する案等もあったが、最終的に見送られた。ただし、本級に採用される予定であった連装砲画は、詳細設計が進んでおらず、性能や重量、砲の機構の信頼性等、多くが不確定な状態であった。そのため、実際に完成した場合には、トラブルを抱えた可能性がある。一方、装備局は、省力化及び高度に自動化された砲画の開発を約束していたが、本級には間に合わなかった。機銃は、ボフォース 40mm 及び、エリコン 20mm の搭載を予定していたが、戦後に実際に竣工した際には、他の艦同様、76mm50 口径砲を、ボフォース機銃の代わりに搭載した可能性が高い。魚雷兵装については、途中までアトランタ級巡洋艦同様、左右に魚雷発射管の搭載が検討されており、マーク17新型魚雷の採用も合わせて検討されていた。最終的には、キング提督からの速力35ノット達成と、手法の搭載数確保の強い優先順位指定があり、速力確保のための重量軽減のため、魚雷の搭載は断念された。フォレスタル長官指示の再設計時には、40mm 機銃等の代わりに、新型の 76mm70 口径砲、連装7機の搭載が検討されていた。ただし、同砲は実際には非常に大型で重い、かつ構造的に複雑で問題の多い砲として完成したため、本砲搭載時には多くの問題を抱えた可能性が高かった。防御面ではアトランタ級に準じた装甲が施される予定であったが、重量問題が厳しく、各部の断片防御の厚さが削られるなど、相当軽量化にを払われている。原則装甲は、79mm、16mm、甲板装甲は 32mm の厚さを持つ。司令塔の防御装甲は撤廃され、STS16mm の断片防御に止められた。本級の建造は6隻が予定されたが、1945年3月にキャンセルされた。建造予定の造船所は不明である。本級は未完成に終わったため、直接の評価はできないが、結果として、アトランタ級、ジュノー級は、ジュノー以外は1950年までに退役し、はるかに大型のウースター級も、ジェット機及びミサイル時代に、防空艦としての活路を見出せず、すべて1950年代中には退役を余儀なくされた事実から、本級も同様に防空艦としての意義を早々に失い、退役を余儀なくされたものと考えられる。また、仮に建造され、ミサイル時代に対応することになったとしても、ボルチモア級従順やクリーブランド級軽順のような大改造を行う余地はなく、改装した場合も全面改装とならないためにターターシステム搭載に留めた場合でも、改造費用や搭載段数などから実際に搭載改造を行ったミッチャー級駆逐艦やフォレスト・シャーマン級駆逐艦に対して低い費用対効果と判定され、改装は見送られ、結果的に50年代中の退役は避けられなかった可能性が高い。日本で一般に流通している資料では、ウースター級軽巡洋艦の5番艦以降とされており、通説として流布しているが、アメリカ海軍の計画では、全くの別級として扱われている。断片防御をはじめとする防御重量、機銃搭載弾薬量等を大幅に削り、また、機関出力を強化、高速化した。同じくマーク16の連装砲画の搭載を予定していたモンタナ級戦艦用のものとは大幅に形状が異なるものがイラストとして残されている。当該計画は最終的に新開発のマーク425インチ砲へと発展し、ミッチャー級駆逐艦をはじめとしてアメリカ海軍や海上自衛隊等の艦艇に多数搭載されたマーク12.5インチ38口径両用砲の単装砲塔と1対1で置き換えるクラスのサイズと重量であった。信頼性、保守性については文献によってはアンリライアブルと記述されるほどのひどいありさまで、同砲を副砲として搭載したミッチャー級駆逐艦では DDG 改装時に撤去し、主砲として搭載したカーペンター級駆逐艦もフラム I 改装を受けた際にオリジナルのギアリング級当時のマーク12の連装砲塔に復元される始末であった。実際、アトランタ級をベースとしたテリアミサイル搭載のミサイルフリゲートへの改装の試算が行われている。ありがとうございます。